い、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、以前やったリアル1週間コーディネートっていうのがすごく好評だったので、今回またやっていこうかなっていう風に思っております。ちょっと外出たりとかした日はミニ Vlog もね、また撮っていければいいかなという風に思っております。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで1日目でございます。本日はランチをしまして、その後打ち合わせ行って、超もみに行って打ち合わせしてっていう感じの1日になっております。今日はちょっとね、予定がつめつめな日なんですけれども、そんな今日のコーディネートはこんな感じでございます。今日のコーディネート私すごい気に入ってるんですけど、パンツが結構やっぱ主役になってくるかなと思うんですが、ザラのゴールデンウィークのセールであって 40% オフとかになってて、3500円ぐらいだったかなで購入したデニムパンツです。これめっちゃ可愛くないですか？色がほんとたまらなく可愛くて、これから夏とかもすごく着回せそうかなと思ってこちらを買ったんですが、今日はねちょっと雨で気温が下がるので重ね着とかもしてるんですけど、その中でもこのブルーのパンツがあることでちょっと爽やかさが出るかなと思います。最近私ジャケットばっか着てるんですけど、タオルだけでコーディネートが決まるので大好きなアイテムで、その中に白シャツをね重ね着して抜け感を作っています。これがないのとあるのだと結構ね印象も変わってくると思うんですけど、暑くなったらジャケット脱いだりとかしてもね全然可愛いので、温度調節もしやすいコーディネートです。シューズはちょっと久しぶりにヒールのあるブーツを履いております。で、髪の毛ちょっと今日ね頑張ってやってみたんですけど、2000年代っぽいちょっとこう毛先がチラ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 散らばったようなこれ最近海外でやってる方多いんですけど、真似て頑張ってやってみました。あとはこのビーズのネックレスがポイントかな、このリングとパンツのカラーと合うかなと思って入れてみました。はい、ということでそろそろ時間なので行ってきたいと思います。行ってきます。じゃん、もかちゃんです。今日はとても美味しいご飯を食べに来ております。美味しいよね。食べてないけど初めてだね、2人。確かに、あのリカリコちゃんと一緒に。そうだよね、ぐらいか。え、それぶりか、うん、でもライブであのね会ってるから謎の距離で会ってるからねみたいな、あんだけでリマジスーだってなめっちゃはずいあれ。さあ、そなたは何を頼みましたか？私は83歳。うん、合ってた、美味しそう、健康的になります。はい、丁寧な生活を送っていきましょうということで、はい、今日一日スタートします。ということでデイ2でございます。今日はですね、外に出る用事はないんですけれども、お家で YouTube の撮影をしようと思うので、まあこんな感じで着替えました。はい、ということで今日のコーディネートこんな感じです。じゃじゃん。今日はさっき言ったみたいに外に出る用事はないんですけど、せっかくということでちょっと靴とかバッグとかも合わせてみました。昨日もねシャツ着てたんですけど、やっぱこの時期着るものが難しくて、最近天気悪いのでちょっと気温もね下がっているんですけど、でもそんなに暑くもないしみたいなっていう時、マジで何着ればいいか分かんない時あるじゃないですか。今その時期でやっぱシャツとかジャケットとかがどうしても多くなっちゃうんですけど、昨日は割とオーバーサイズのシャツだったので、今日はショート丈のシャツを選んでみました。中のタンクが私めっちゃ気に入ってるんですけど、すごい形が綺麗でとてもお気に入りのタンクでございます。ちょっとこういうメランジっぽい感じの色になってます。でパンツはデニム生地なんですけど、ゆったりしてて刺繍が所々に入っててお気に入りのパンツです。それにまあシューズとバッグを合わせるならっていう感じで組んでみたんですが、シューズはピンクのスニーカーでございます。今ネイルオンピンクだからね、ちょっと備えてみましたバッグは私の初めてのミートアップをやった時にいただいたバッグなんですけれども、これがすごいお気に入りでたくさん使ってます。小ぶりなバッグで大人っぽいファッションの時にも合いそうなバッグなんですけど、あえてこういうちょっとストリートっぽい感じのコーディネートに合わせても可愛いのでこれを合わせました。ということでデイ2はこんな感じでございます。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。はい、皆さんこんにちは、しなたんです。私が持っているデニムを全て履いていこうと思います
はい、ということでデイ3でございます。今日はちょっと脳洗浄に行くんですよ。すっぴんでいつも行ってるので、まあ、今日はちょっとすっぴんでということなんですが、今日のコーディネートを紹介していこうと思います。ちょっとすっぴんのためサングラスをかけさせてください。はい、ということで本日こんな感じでございます。じゃじゃじゃん。まだちょっとね気温が低いんですよね。ちょっと今日肌寒くて、なので今日はトレンチコートを着ていこうと思います。ベマーのやつなんですけど、レザーではあるんですけど割と軽めのアウターになっていて、スプリングコートみたいな感じで着れるので、今日はこれをね着ていこうと思います。で、中はトレンチのねレザーの辛口な感じと合わせてロックディを着ていきたいと思います。これにリラックス感もあるようなスカートを合わせております。これすごい可愛くてラインが入っててスポーティーな感じのスカートなんですけど、でこのグリーンに合わせてキャップもグリーンのキャップをかぶっております。髪の毛もねちょっと何もやっていないのでキャップでカバーということで、バッグとシューズはホワイトで抜け感を作ってみました。こういうね小物とか T シャツとかハードな感じの印象のあるものを持ってきて、でそこにこのちょっとなんだろう、フォーマルなというか大人っぽい印象のあるトレンチコートを合わせました。私の好きなミックスコーデにしております。それでは行っていきたいと思います。ではまた明日、バイバーイ。ということで4日目でございます。本日は久しぶりに古着をね見に行こうかなと思っておりまして、もう夕方なんですけれども、すでに午前中ねのんびりしすぎたなって反省してるんですが、行ってこようと思います。ということで本日のコーディネートはじゃん、こんな感じです。今日はショッピングデーということで歩きやすいドクターマーチンのブーツを合わせました。それに女性らしいレースっぽい感じのキャミのミニワンピを合わせてて、でその上からオーバーサイズのデニムジャケットを合わせてみました。でちょっと今日髪の毛をいつもと変えてみたんですよ。全体的に内巻きにしてこのレイヤーが目立つような感じでやってみました。前髪もねせっかくちょっと切ったのでカーテン前髪って言うんでしたっけ、このみたいな感じで巻いております。今日はまあ天気がそんなに良くないので撮れるかもしれないんですけど、いつもとちょっとね雰囲気が違う感じだと思うんですけれども、今日はこんな感じで行っていきたいと思います。では行ってきます。はい、ということで、Day 5でございます。もう半分以上折り返してまいりました。本日は展示会とオフィスで打ち合わせをするので、こんな感じの日でございます。ということで、本日のコーディネート、じゃじゃん、こんな感じにしてみました。今日のコーデもすごいお気に入りなんですけど、まずこのジャケットがヴィンテージで買いました。結構オーバーサイズなんですけど、このぐらいオーバーなのがすごい可愛くて、とてもお気に入りです。で、この中にすごいいろんな色が使われたカラフルなタンクトップを合わせました。で、このタンクトップに合わせてこのバッグもディーゼルのやつなんですけど、デニム生地のねちょっと大きめのバッグ、時々 iPad 持ち歩きたいなと思ったのでこのバッグを選びました。デニムはアベマーの最強デニムでございます。シューズはウエスタンブーツを合わせております。あ、で髪の毛もねハマってるツンツンヘアにしました。はい、ということでちょっともう時間がやばめなので今から行ってきたいと思います。では行ってきます。バイバイ。
ということで Day 6でございます。残すところあと2日となりました。今日は脳洗浄をねしたと思うんですけど、この前脳洗浄いつもやってくれてる方とランチに行ってきます。今日はね天気晴れました。最近ずっと雨続きだったんですけど、今日はめちゃくちゃね天気良さそうです。ということで今日のコーディネートこんな感じでございます。前ヴィンテージショップ行ったと思うんですけど、そこで買ったこのベストがめっちゃ可愛くて、最近私こういうレザーのベストが気になってて、暖かい時期でもレイアウトできるっていうのがすごくね可愛いなと思って、今日はこれを着ていきたいと思います。で中はベンマーの T シャツ、プリント T と、このデニムがこれユニクロのね、あの前企画で買ったやつなんですけど、このデニムがマジで今お気に入りすぎてめちゃくちゃ履いちゃう何でも合わせやすくて、ローライズだからトレンド感も出るし可愛いんですよね。これ履きやすいし、シューズがニースタっていう海外のブランドのやつなんですけど、牛柄のサボサンダルで、ちょっと今日カーボーイチックなウエスタンな感じのコーディネートかなと思います。髪の毛もちょっと今日変えてみたんですよ。前のメイク動画の時の触覚ヘアがすごい好評で、それとはまたちょっと違った感じなんですけど、こんな感じで顔周りの髪の毛を三つ編みにしております。すごいぴょんぴょん出てるけどはい、ということで本日のコーディネートこんな感じでございます。ではランチ行ってきます。はい、ということで最終日でございます。 Day 7、今日もちょっと展示会にお呼ばれしているのでそちらに行きたいと思います。ということで最終日のコーディネートはじゃん、こんな感じでございます。この1週間はちょっといろんなテイストをやってみようかなと思って、ちょっとまた違ったテイストかなと思うんですけれども、スカートがめっちゃ可愛いですよね。カーキのチャーリングが入ってるロング丈のスカートなんですけど、シルエットもすごい可愛くて履きやすいです。で今日はまあそんなに暑くもなく寒くもなくって感じなので、シースルーのトップスを合わせてます。でバッグがこのコンパクトなつぶら柄のバッグを持ちたいと思います。やっぱこのカーキとこういうブラウン系のカラーってめっちゃ相性いいので、ちょっと何点でしたっけ、こういうのメタリックじゃなくて、え、なんだっけ、ミリタリー、ミリタリーチックな感じの洋服で着たいと思います。でシューズはこれがプーマと何大学だったかな、なんかどっかの大学のコラボのやつなんですけど、すごいデザインがね可愛くてお気に入りのスニーカーです。ハイカットのスニーカーでございます。ということで最終日 Day 7こんな感じでございます。では今から行ってきます。というわけでこのような感じで1週間のリアル私服撮ってみました。いかがでしたでしょうか。前回の時もすごい好評だったので、今回もねリアルな私服ということで、この1週間私はこんな感じで過ごしておりました。ミニ Vlog もねすごく好評だったので今回もつけてみました。コーディネートと一緒に私の1週間の様子とかもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。この企画もね定期的にやっていきたいなっていうふうに思ってるので、月1とか2ヶ月に1回ぐらいやろうかなと考えております。また次回のリアル1週間コーデでお会いしましょう。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。